アーダンクスは、アメリカが州国テキサス州オースティン出身の、プロ野球選手、右ト左ヒだ。現在は、フリーエージェント。実刑は同じくプロ野球選手のジョン・ダンクス。2005年の MLB ドラフト19巡目で、シカゴホワイトソックスから指名されるも入団せず、テキサス大学オースティン校に進学した。2007年7月には、ブラジルのリオデジャネイロで行われた第15回。 パンアメリカン競技大会における野球競技のアメリカ合衆国代表に選出され銀メダルを獲得した2008年の MLB ドラフト7巡目で再びホワイトソックスから指名されプロ入り2011年オフの10月に開催されたグアダラハラパンアメリカン競技大会の野球アメリカ合衆国代表に選出された2012年6月7日のトロントブルージェイズ戦で ポール・コネルコの体操でメジャーデビューを果たした。8日のヒューストン・アストロズ戦では、ウェズリー・ライトからメジャー初アンダを記録した。10日のオークランド・アスレチックス戦では、パッド・ネシェックからメジャー初本塁打を記録した。2013年は、スプリングトレーニングで第4の外野手の座を、同ン・ワイズと争ったが、トリプル A 級、シャーロット・ナイツで開幕を迎えることとなった。 4月17日に、不審のデュアンテ・ヒースとの入れ替わりでメジャーに昇格した。8月25日には、兄のジョンが先発した試合で、先制本塁打を放ちそれが勝利に結びつき、ジョンが勝ち投手となった。兄弟同士で、先制本塁打と勝ち投手を記録したのは、1955年6月15日の、カンザスシティアスレチックスのビリー・シャンツとボビー・シャンツ以来の出来事だった。 この年は79試合に出場し、打率231.5本塁打12打点7盗塁だった。2014年も引き続き外野の控えとして起用された。51試合に出場してメジャーデビューから3年連続で本塁打と盗塁を記録したが、打率222は自己アーストの数値だった。守備では中堅を28試合で守って、 DRS プラスマイナス例を記録したほか、左翼及び右翼でも8試合以上で守備についた。2015年1月8日に、リーフとなった。2015年1月16日に、ウェーバーでフィラデルフィアフィリーズへ移籍。7月31日に25人枠入りしたが、4試合の出場で4打数無安打に終わり、ジェイスアートリーの故障者リストからの復帰に伴って8月7日に、 トリプル A 級リーハイバレーアイアンピックスへ降格した。以降は昇格はなく、10月7日に40人枠から外された。2016年1月19日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだが、4月6日に自由契約となった。ありがとうございます。